ナルト考察。もしナルトとサクラが結婚したら。原作ではナルトはヒナタとサスケはサクラと結婚しています。この最終カップリングには賛否はありますが、今回はもしナルトとサクラが結婚したらという部分で考察していこうと思います。サクラとナルトの感情推移。作中ではサクラは初恋からサスケ一筋として描かれています。その一途さには読者をも怯えさせるストーカー気質を感じさせますが、今回は考察なので、どの時点でサクラがナルトを好きになるのかが結婚への鍵になってくるかを見ていきましょう。初恋が実りがちなナルトなので、初恋からナルトに思いを寄せていてくれれば簡単なのですが、残念ながらサクラにそれは通用しません。なぜならナルトの幼少期は里のみんなから嫌われ、アカデミーでも落ちこぼれだったので好きになるポイントが全くないのです。対するサスケはイケメンで忍者としての才能もあり、さらにはちょっと闇を抱えています。この設定は夢見がち少女のサクラには好物とも言えるので、ここは揺らいではいけないとも言えます。サスケがコノハにいてはサクラがナルトに心変わりすることはないので、サスケが里を抜けるのはこの考察において必要な儀式だったのがわかりますね。ナルトの気持ちにも目を向けてみましょう。彼もまた一途な人間のように描かれています。一部の考察にはサスケへの異常な執着心から、本当はナルトもサスケに恋をしていたんじゃという話もあるとかないとか。しかしさすがは主人公といいますか、初恋フラグを立てていてくれているので、今回はナルトが立てたフラグが回収されることになります。サクラの鞍替え完了。もしナルトとサクラが結ばれるのであれば、心変わりの決定的なタイミングはオロチマルのアジトでサスケとの再会を果たした時ではないでしょうか。再会を果たした際にサスケはサクラに殺意を向けています。ヤマトに助けられていますが、好きな人に命を奪われそうになるなんて受け入れられません。そこで思い出補正のかかっていた気持ちが崩壊。失意のサクラをナルトが支えていくうちに両思いになるのが一番自然な流れかなと思います。ここでは考察なので、殺されかけても好意を寄せるサクラの異常性は完全スルーさせていただきます。そして迎えるペイン戦。ナルトが里の英雄になったことで、里からのナルトへの評価は一気に変わります。見つけ次第やるぞとか意気込んでた連中は急に手のひらを返してきました。ナルトの事情を知る者も知らない者も、ナルトにひそひそしていたことなどなかったことにし、ナルトを英雄として大歓迎。木の葉の人間って何なの。なんやかんやで今は里のみんなから大人気になったナルト。実力的に言えば里で一番強くもなっています。里の英雄と恋人というステータスは、さくらにとって何者にも代えがたい優越感という名の快感になるはずです。これで心変わりは完全に完了。さくらは一度ナルトをちゃんと好きになれば、ナルトの心がほどかれるまでアタックしてくれるとも思うので、ナルトの気持ちもさくらに開かれていくことでしょう。邪魔者は完全排除の姿勢。さてここでめでたく付き合えたとしても、ひっそりとナルトに思いを寄せていたヒナタがいます。同じ班として苦楽を共にしてきたさくらにとっては虫けらのような存在です。サスケをめぐっての恋敵としてイノに一方的に喧嘩を売った過去を皆さん覚えていますよね。それよりエグいメンタルブレイクを仕掛けるのは容易に想像できます。ヒナタには直接ナルトに近づいたらわかるよねとか言うでしょう。超絶引っ込み思案のヒナタはこれで撃退されるのは必至。作中から退場する可能性が爆上がりします。さらにナルトに憧れる女子も多く出てくることでしょう。それらにもメンタルにダイレクトアタックして撃退。もちろんナルトの前では猫をかぶるので、ナルトは気づきようがありません。こうして桜的汚物消毒を経て無事に結婚までたどり着きます。結婚後は、原作ではナルトとヒナタの子供らは白眼の力を継いでいます。サクラと結婚したとなると、血系限界のない2人の子供は至って普通になると予想されます。ですが2人ともチャクラコントロールが長けている面もあるので、緻密なチャクラコントロールが必要な医療忍術と、そちらの方面で器用な忍びになることも予想できます。そして読者も忘れてしまった、サクラはもともと幻術タイプというカカシ先生しか知らない事実が、ここに来てとうとう子供を通して明かされる時が来るかもしれません。こうなるとボルトという物語は始まりませんが、ボルトがいなければ大筒木一族が動き出す可能性も低くなると予想されます。そして母親がサクラということになると、ナルトの子供が父に構ってほしくてやんちゃをしたとしても激しく叱り、根気よく理解させるのではないかとも思われます。その一方で思い込みが激しく、好きなものにはとことんな性質を持っているサクラ。モンスターペアレント素質も垣間見えている部分もあるので、子供のトラブルには暗躍し、その親たちを黙らせていくことでしょう。通常親たちからは距離を置かれますが、そこは火影の家族ということで補填され、表面上は平和に過ごすことが可能でしょう。こうしてナルト一家はある意味里の厄介者として生きていくことになるかもしれません。まとめ。
これらのことからさくらをナルトと結婚させようとすると読者にとって不快な展開が増えてしまうことがわかります。まともな神経の人が考えればひなたがナルトのお嫁さんになるのは納得の展開だったとも言えます。